問しました、はい、10月の、2週目は、池谷さんの個展と、池谷さん、はい、池谷勇さんと僕の隣にいつも あの下野師匠、はい、師匠はなんで師匠かという話はもうみんなしてると思います。はい、師匠ですね、はい、ほんで、池谷さんはビーツで、2回目ですよね、はい、はい、で今回はちぐはぐなグーワっていう、はい、あのタイトルで、新之助師匠はあのおとぎの国、はい、まあ今からあの、はい、やっていきたいと思います。まず池谷さんのやつから、これはまあ入り口に入ったところの写真で、そのまあよりがあのこれだけ見てわからないですね。やっぱり写真直で見る方が、そうですよね。これ間違えるかな。そうですよね。これはあの関西人やったらみんな知ってる住吉大社のあの太鼓橋です。でこれはあのギャラリーライムライトの小島さんが買っていただきました。あのギャラリーライムライトに飾るらしいんですけど、トイレかもわからないです。はい、でまあこう、そうそう、いやいやいや、まあこれ見たらわかると思うんですけど、ちょっと引きのやつをさっき見せましょうか。どんな感じやったか、あの、まあ、まず引きのやつ、すごいなね。え、全部で60何枚あるはずなんですけど、こういう、あ、こういう引きのやつが、はい、でまあ入って左の壁が、ありすぎてちょっともう分けられない。一応あの池谷さんにまあほぼ大体の並び順だけ決めていただいて、でまあ天井は僕が半泣きで、うん、はい、裏見たらあの引っ掛けるやつもなかった。あの全部木ネジつけて、あの穴開けときます。あ、うん、まあまあね、あの僕家来なんで、でまああの全部撮ってないですけど、まあとりあえず池谷勇さんっていう人の作品はどんなものかっていうのを、まあ僕がまあちょっと気になったものだけをこうピックアップして、ちょっとよりで。全て額がちょっとずつ違うような感じなんですけど、はい、まあこれは本でもやばいよ、あの実物とまた印象が違うかもわからないですけど、池谷さんはいつ取りに行かれてるんですか。休みって土日ですか。いや、日曜祭日です。あ、日曜祭日でほぼ行ってるんですか。取りに、はい、大体行ってます。はいはい、でも結構あれですよね、大阪も取りに来られてますよね、はい、京都もあるんですか、これ、まあ、ところどころ、あ、はい、まあ、池谷さんは京都で暮らされてる京都人っていうわけではない、うん、まあそういう意識はないですね、うん、あ、はいはい、でまあいろいろと、まあ、なんて言うたらいいかね、まあそうですね、額が全部微妙に違うっていうか、全部なんか色塗ったりとか、うん、全部こう変えてるっていうのは地方版っていうの、いや別にそういうにはなくて、あ、うん、これはただ物理的な、はいはいはい、このタイトルはだいぶ考えた末なんですか、それともなんかもう割とパッと出てきたんですか。え、展覧会なんですか。いや、このタイトル、古典タイトル。あ、古典タイトル。はい、はい。いや、それは。結構考え、ひねり出した感じです。そうです。ああ。まあ、ブーワーっていうのは、うん、まあ、あれがあったんですけどね。はいはい。でも、グーワっていうのはあんま使わないですよね。グーワっていう。うん、その、はい、言葉にしないっていうか。形では覚えてるけど、はい、うん、まあ全部で60何点かの抜粋してるんですけれど、まあ、ある意味伝わる部分となんかちょっと違う部分といろいろあるんですけど、あ、これはあれですね、でまあ池谷さんのフライヤーがこの真ん中じゃないですね、左ですよね、そうはい、そうです、
いや、唾は飲み込まんでも大丈夫です。左側のやつが池谷さん の今回のフライヤーで、まあ、真ん中と右はまだ次回やるやつのフライヤーなんですけど、池谷さん。なんかわざと。いやいやいや、わざとですよ。真ん中にあるもんって言ってる。いやいやいや、こうなんか暗い人、黒い人。いやー、ほんともう見に来られた人はね、みんな、まあ、絶賛っていうか、なんかこう、見たことないものを見た感じはするんですけど、やっぱ写真の人って、そんなに写真しか見ない人も多いし、その別に美術っていうか、いろんな展覧会、まあ見てる人はいるんでしょうけど、今回のはなんかあったんですか、こういうことをやろうっていう。いやもともとからのずっと続きですからね、はい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 、特別、まあ、そうどういうのかな、はい、こう全方向にアンテナを出してるって感じですか、はいはいはい、なんかあれなんですか、その撮るときは普通に撮ってるんですか、というか撮るときにもなんかある程度こう絵作り考えてるんですか。絵作り浮かぶ時もあるんです、ね、はいはい、あこれはこんな風な見せ方、うん、はいはい、でなんかとにかく写しといて、はいはいはい、後から、はい、もう半年ほどしてからこっちの写真とかになったらどうなるかな、あそれもっていうか自分の写真よく見てるってことですか、そのデータ、まあ、見てます、デジタルですもんね、はい、であれってまあこうプリントアウトしてこう額まで考えるじゃないですか、はい、で写真見て額を思いつくわけです、そうです、はい、はい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 、で1日1点ずつ作られてるんですね、ほぼ毎晩一応夜鍋をしてます、はい、まあ池谷さん今こうわざとこう暗い感じしてますけど78歳ですよね、本人は多分年のこと何も思ってないと思うんですよ、ね、僕らからしたらすごいな、どうなんですか、そう言われると思うと、年齢はまあこのね作品見て全然年齢これ当てた人が誰もいないんですけど、どうなんですか、なんかこう単純に若いですねとか言う人は普通にいるじゃないですか、うん、まあもともとのあれやから、はい、あまあなどうですか、ね、はい、今さらいくつやるわけです、はい、困ります、でも写真はまだ4年ぐらいです、4、5年、いや4、5年って感じです、そうですよね、はい、デジタルカメラでもともと立体されてるんですか、絵ですか、あ平面ですか、はい、そうなんですね、その土台の上に写真を組み合わせていく感じです、うん、それはどういうことですか、絵だけじゃない物足りなくなっていくんですか、そうです、はい、なんか好きな写真撮る人っておられるんですか、その写真だけに限定したらこういうこの人の写真好きやわっていうのあるんですか、ああ好きな方、写真家として、うん、特別ないですね。ないよ、まあ、あいいなというのはもちろん、はい、奈良派1個です、うん、あたまたま見ればですけど、はいはいはい、マンレーじゃないんですか、あマンレーは面白い、はい、マンレーはもう写真家、まあね、いろいろやってますけどね、うん、だからなんかほんまに、まあ、ここには写されてないんですけど完全に絵みたいなやつありますよね、ファイルの中に入ってるやつ、はい、だからなんかもっとそんなもあっても面白いかなとか思いますけどね、うん、まあ、改めてねこの写真を1枚ずつ言葉にすればするほど虚しくなるっていうか、この難しいですね、感じるしかないですからね、説明できないですよね、なんか、うん、なんか心がけてることとかあるんですか、この作品をこう、まあ、プリントアウトして額装、展示用に額装するじゃないですか、はい、その時になんかこう自分の中の心がけてるっていうか、まあ、心がけてる、心がけてるっていうのはなんか
変な言い方したら、全部バラ、まあいい意味でバラバラじゃないですか、なんかこれって前となんか似てるなとかいうのは極力排除するとかそんなことでもないんです。一回やったことはもう自分だからもうやらなくて済む。そういう意味で、はい、そういう意味ではなるべく、はい、前の、繰り返しはしない。絶対しないですよね。一回目って割とまだ規制の額も多かったですね。1回目の個展の時は。はい、で、なんかこう板を使ってるやつもあるし、前よりもこれバリエーションが広がってるような気がするんです、見せ方が、うん、写真自体はなんていうのかな、だいぶなんか整ってきたって言い方は変な言い方ですけど、上達してきた。そうなんですよ。その代わりね、この中僕今これ僕の好きな写真ばっかり入れてるんですけど、好きな写真が100点とするなら結構僕の中でね0点があるんですよ、はい、一番0点はね木の裏に隠してたでしょ、青空のやつ、はい、あれ池田さんがこのなんかこう、うん、あるかな、面の壁面あったかな、いや、なんで隠したいや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 、あれはもう隠しとこうと思って、あれないな、あ、これかな、あ、これちゃうな、ないな、弁取ってるやつなかったな、なんかね、青空のだけ僕の中でね、なんか知らんけど、拒絶反応があったんですよ、青い写真あったでしょ、あれ、天国は近づけるって感じの、はい多分ね、まあなんか、ぶっちゃけて言うと、空を撮ってる人って結構いるんですよ、うん、で、空撮ってて、青い空とか、まあ夕方の夕暮れとかあって、あれ青い空で下になんか木がバーってあったじゃないですか、で、あれってね、で周辺だけちょっと色が変わってて、あんまりなんか僕らがね、なんか素材として、これ池田さん、別にこの素材をなんとかするもんじゃないなと僕は思ったから、あれだけすごい違和感があったから、もう一番見えへんという感じだと思って、ほんなら表に出てたんですよ。で、しゃあないから上に首で打って、あ、これ多分怒ってるわ、ほんと首に打って、上にちょうどあそこだけ空いてるところどこに置いてますから、その上に貼り付けてます、うん。で、本人的に今回はなんか、やる前とやった後、なんか心の変化ってあるんですか？変化っていうか、やってみて思った通りなのか、まずはなんか、まあ、自分の作品からなんかこう発見もあったと思うんですけど、どうなんですか？まあ、まだまだやることはあるなと思いましたね。やることはまだあると、はい、だから100、まあ、その100っていうのは分からないかも分からないですけど、はい、半分ぐらいってことですか？そうです。あと半分は残ってるっていうんですか、うん、まだまだ。すごいな。ほなこれはこれでほなもう一応終わって、またまあ変な言い方ですけど、次からまた何かやっていくっていう感じです。なんか構想はあるんですか？コロッと変わるわけですね、はい、まあ、ずっと、はい、まあ、生きてるのは続いてる、はいはい、その毎日新しくなっていくわけです。はいはいはい、そういう意味では、はい、後ろには戻れない。いや、戻れないというかまあ前のめりしかないですよね、はい、でもまだあるってすごい。まあ反対に師匠とはまだコントラスト全然違いますね。 ある種方法論を決めて、まあ後で出ますけど赤外線ずっと10年ぐらいやってるんですよ。でその赤外線でなんかあの手この手っていうのがあるじゃないですか。だから池谷さんの反対にそのあんまりねカメラのこととか全く出てこないんですよ、あれ見てて。他の人やったら、あ、これ何のカメラで撮ったんですかとか、これレンズなんですかとか、フィルムやったらこんなんね、どんなフィルム使ってんですかっていう、そういうなんかそのことは全く関係ないもんとして見れてんのが、まあいいとか悪いとかね、写真はね、カメラでどうのこうのの面白さもあるし、反対にそうじゃなくてもある。もちろん手段によって、はい、出てくるもん、はい、あれキスデジタルですよね。え？キスデジタルですか、カメラ。前キスデジタル。いや、50D。あ、今 50D で撮ってるんですか。はい、ああ、カメラちょっとグレード上がった、ね。
うん、まあ、ちょっと重たなった。重たなった。いや、もっと軽いカメラはダメなんですか。うん、まあ、重い荷物を背負って。いや、別に軽い方がいいじゃないですかね。いや、あれ、頑丈そうです。ああ、頑丈そうですよね。うん、でもカメラそんなこだわりないんですよ。ほとんどないですよね。あれズームレンズかなんかですか。はい、ズーム1本です。ちなみにそれ広角からちょっと長い望遠まで標準ズームっていう、はい、18から200、はいはいはい、あ、200まであるんですか、はい、結構望遠も使うんですよ、ね、はい、僕あとね、なんかこう、あの、こういうものの写真はすごい、もうなんやろ、あ、これはゴノじゃないですけど、物の写真はなんかある意味もうこれ以上やることないんちゃうかなと思うんです。もうこの物の写真、このこういう物の写真ですよ。ああ、ただほんでもね、あの、こう人の写真はまだまだやることあるんちゃうかなと、うん、そうそう、あの、そうなんですよ。そうなん、いや、最近ほんと人に興味がね、なんかね、人の写真をだからもっと僕やってほしいなっていうか、うん、物の写真はね、多分またおもろいの出てくると思うんやけど、多分もうね、あ、いいやんで終わると思うんですけど、ね、人のはもっとあるんじゃない。人の写真をなんか池田さんの中でもうちょっと積極的に、もう極端なことはもう人だけでやるのをなんかすごい面白いんじゃない。うん、池谷ファンとしては僕は人の写真だけで一回全部、まあ人っていうと別に生き物だけじゃなくても、まあぶっちゃけてこれも人ですけどね。まあこれも思いっきり俺と被ってんな。だから全然方向性が違うんやけど、このラインがいいですね。これそういうことですね、このラインが。それちゃうよって言われたらどうしようかな。うん、いや、ほんでもね、なんかところどころね、またこういうのがね、なんかね、憎いなと。うん、なんかもう、あの、一回アメリカとか行ってきたんですよ。アメリカ、うん、日本じゃなくってメキシコでもいいんですよ、うん、イスラム国でもいいですよ。なんかね、あの、池谷さんはまあこう、なんかこう、まあ、別に身代金払ってもらって、そうもう行ってきてくださいみたいな。なんかね、あの、無国籍なんです、写真すごい。これ大阪とか京都とか撮ってるんやけど、その大阪とか京都とかね、もう全然関係ない、なんか世界なんですよって思った時に、なんかもっとなんか、もう仕事辞めてもう行ってきてくださいよ、写真撮り。もう池谷さんは78歳ですけど、まだ現役で仕事やってるわけですからね。いや、僕はね、写真人生ちょっとやってほしいなと思うんですよ、毎日。うん、その中で一環としてなんかこう、たまに、なんかどっか行ってくる、写真、日本とかそんなのないし、違う世界とか文化の違う場所に行って、なんか僕は写真がすごい見てみたい気がするんですよね。あと人の写真です。人の写真はまだまだ池谷さんの中で多分僕はまだ3分の2は残ってる気がするんです。だから積極的に人の写真でなんか見てみたいなっていう気はすごいしてるんですけどね。うん、しぶすけ師匠なんかないですか、池谷さんの写真。質問とか何でもいいですよ、何でもいいです、感想でも。写真なんかね、うん、バラバラのようなのがすごく世界観自体は、うんうん、こう一貫したのがあるような感じがしたんですけど、うん、言葉にするの難しいですね。なんやろうな、池谷さんに言葉にすると難しいですよ。すごい、あの、自由というか、うん、こうでなきゃいけないのか、うん、なくて、うん、本当にそのイマジネーションの力とか、うん、そういうの
こう解放したらこういう作品が出てくるのかなみたいな。いや解放してますよね、はい、普通はもうちょっとなんか僕はこんなんっていう裏切ってまた認めて、はい、裏切ってみたいな。写真から入ってたら多分こういうもんやっていうのが、うん、フィルターみたいなのがどうしても長年やってたらだんだんできていて、それがこうそう、はい、どういったその自由にやるの蛇口みたいになってしまって、結局出てくるものっていうのはそのフィルター通して、はい、一定の方向もしか出てけへんみたいなとこがあると思うんですけど、もともと絵やられてて、で写真の方に映られたんで、そのあたりがそういうフィルターみたいなのあんまりないっていうのがすごく、いや、もうだからね、確信犯っていうか、普通写真やっててね、変な言い方したら、あの作品へこんでたりね、ゴミついてたりね、してたら普通 NG なんですよ、そういうことうるさい人いっぱいおるんですよ、で池谷さんのね、もうなんか汚れてたり、ね、へこんでたりね、もう挙句の果てカッターでマスク切れてなかったりするんだけど、でもね、全部それがあのなんか失敗に見えないんです。全部こう計算、まあ計算っていうか、まあ、もう分かってた上でそれも作品の一部にしてるっていうか目に見えるっていうのはまあある種品がいいんですよね。結果良ければって感じ。だから絵描いてたりいろいろ、それはデッサンもいろいろやってると思うけど、ぶっちゃけてね、なんかね、あの作りの素材の悪さっていうか、ほんまに悪いんですよ、ぶっちゃけて。横からガムテープ見えてたりね、そういうことちょっとめくり上がってきたりね。でもそれがその物の物質を、なんまあその物質さえも解放してるっていうか、あのこっちはそういうのは NG やねんけど、全然 OK っていうのは何なんですか。いや、何なん、要するに結果が良ければええなと思うんで、いや、でもなんで結果が良くなるんですかね。良くなる、いや、良くなるというか、それが例えば汚れてるとか、あの歪んでるとか、まっすぐ切れてないっていう、そういうマイナスの部分を全部プラスにしてるのはなぜプラスにできるんですか。で、それは自分でも、僕が今言うてるのはしめしめと思ってるんでしょう、いや、そこが、だから美術っていうか、ほんまの、なんやろうな、美術品のようで美術品じゃないんですよ。でも美術品なんですよ。いうか作品なんですよ。いや、骨董品やら、ほら、日々が言ってるのがいい場合も、うんうん、ありますよね。それ、ああ、そういうことですか、うん。目利きで言えば、この割れがいいとか言う。ああ、難しいね。たぶん、そこは理解。日本的に全部判断した結果、そうなんですよ。だからね、僕も言うてたんですけど、そうそうそう、ゴミがついてどうとか、作能ですからね、そういったのを全部取り除いて、純粋ものから情報だけで作品作るところなんです。うん、反対に見る方も作能使わないんですよ。右脳しか使えへんから、汚れてることとかが全然気にならない。でも中にはね、作能で必死でこう見ようとしてる人は、なんかこう、スムーズにいかない人で、だから右脳だけで見てるっていう感覚だけでなんか見てもらう作品やなと思って、まあね、一応作品2点売れましたんで、ね、はい、値段は別に何度もええ言ってたんですけど、一応年齢が78なんで7800円で来年は7900円で、あの目標は1万円。いや、いけたら、いや、ほんまにね、僕は今度の目標っていうかは、やっぱ本ね、はい、あのこれをなんとかアートブックっていうか、これって作品では展示をともう終わりなんで、いや、それはもう前からちょっと思ってたんです、はい、あのデシャンの大ガラス、はい、はいはいはい、ありますね。いや、だからほんまにね、なんかこうアートブック作って、まあそれをまあね、これだから池谷さんのね、この額も作品やから、この中だけっていうわけにはいけへんから、なんかその辺うまい具合になんかやって、なんか作ってほしいなっていうのは僕の、願いなんですよ、うん、だからこれをね、だから全部複写してやろうかなって一生思ったんです。残しとこうかな、でもなんか違うなと思って、
池谷さんがその本のレイアウトというかこの平面の何ページかを作ってもらって、それをスキャニングして、まあ、例えば何部かをこう作るっていうやり方も今度は面白いのかね、うん、うん、それやったら、売れるっていうか欲しい人いっぱいおると思うんですよ、うん、まあ、次はそんなことをちょっと考えたいなって僕は思ってるんですけど、池谷さんの今後の予定はどうなってますか。池谷勇としてでいいですよ。そう、はい、まあできることなら年1回、はい、ああ年1ぐらいで、はい、それであとまあ面白い企画とかはい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 、なんかね、それと、まあ、はい、さっき言ってはったそういう本です、本ですね、はいはいはい、本という本と呼べるかどうか、ああまあでもだから唯一池谷さんが一冊オリジナルを作ってくれて、はい、それを複製するものを作ればいいわけやから、はい、それは面白いと思いますけどね、うん、今ちょっとタイミング狂って今後の予定の時ちょっとタイミング狂ってしまいました。これ出しながら喋ろうと思ってたんですけど、ちょっとまあいろいろ大人の事情があるんで、はっきりしたことは言えないですけど、次も楽しみです。次っていつやねんの話ですね。1年後なんか1ヶ月後かちょっとわからないですけどね、はい、ほんで、まあ、人物はほんまに、はい、人物、池谷さんの人物は多分またある種革命を起こすかわからないので、ちょっと積極的に人物を取ってほしいなっていう気がしてます。で、ビーツはいつもメインギャラリー以外にコビーツっていうスペちっちゃなメンバーだけのスペースがあるんですけど、そこでしんのすけさんが、おとぎの国っていう、ちょっとしんのすけさんも先は映ってますけど、普段から顔黒いんでかなり黒いですけど、しんのすけさんのおとぎの国っていう部分で、まあいつもよりこの低く、はい、小学6年生がぴったりのサイズの高さにしてますよね。で今回はカラー席外で、はい、空だけがまあ青いというかノーマルになってるっていう、はい、ちょっとここのギャラリースペースがちょっと色味のがちょっとばらつきがあるんでちょっと黄色かったりしますけど、もうね池谷さんの後に篠之助さんを見たら、篠之助さんがすごい何やろな、正統派に見えます。そうですか。篠之助さんでいつも他の写真展で企画展やるといたんじゃないですか。まあ、そうです、赤外線っていう部分で、うん、でもねすごいなんかいい違和感というかなかったです。なんかスムーズに見れて、みんな言ってましたよ、品がいいって。そうですか、はい、品がいいっていう、それこそほんまに今回はね、おとぎの国っていうことで、なんかそのメルヘンチックなファンタジーっていうか、はい、でいつもよりこのちょっと最終的にシャッターみたいですね、ソフトフォーカスね、そうですよね、だから全体的に柔らかい感じで、はい、うん、すごいまとまりが良かったなと思います、はい、うん、どうなんですか、本的に今回は。そうですね、今回ね、この、うん、テーマで、こういう感じにしようと思ったのは、うんうん、9月、お苗場っていう、はいはいはい、京セラドームに展示出したんですけども、はいはい、たまたまその時に隣で、はい、こ今と同じような感じのカラー席が、はいはい、作品出してる人がいて、はいはい、でまあ席外だよ全員集合、はいはい、その時にも1点だけ出したんですけど、はいはい、まあ、この一点だけ出したやつをちょっと、はい、まとめて出すみたいな、はいはいはい、個展やるほど、うん、まだ、あ、まと、あの数ができてない、数ができてなかったんで、それでちょっと、はいはい、オビーツで実験的にやってるのかなっていう、はい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 、でもすごいなんか実験というかまとまりが良かったと思いますけどね。今回はもうそういうおとぎの雰囲気に先決めて、うん、はい、で今まで撮った中からそれに合うような、はいはい、まあ、だからテーマと内容は無理くりじゃなくて合ってると思います。そういうのを選んで、はい、池谷さん、こういう赤外線のこういう写真はどう思われますか、うん、ぶっちゃけて言うと、そのどうですかね、手段と目的がうまく一致すると、うん、いいものができますね、うん、はいはい、はい、
ってただまあ、なかなか私のやり方とは全く逆違いますよね。コンセプトとかそういうのを持ったら、うん、なんかあのそこが似てるけど違うんやけど、うん、そうだね、うん、まあ、やっぱり自分の場合さっきも言ったように、うん、写真の方から入ってる、うんうん、その学校に統一した、あくまでもこのマットの中を見てもらいたい世界ですからね。まあそういう感じ。だから僕あのフレーム切ってるんですよ、これ撮れるとき。フレーム切れるんですよ。はい、池谷さんのねフレーム切れないんで、あの、はい、全部中に入れないと。はい、だからある種写真の人はあくまでもそのこのマットと額はあくまでもメインじゃなくて、そうですね、見てもらうためのまあなんかこう準備っていうかフレーミングやねんけど。うん、まあほんでもまあだから写真でもいろいろやり方あるなっていうのは今回池谷さんだけど、うん、でだからってみんながみんなね、うん、池谷さんみたいになんかああいうのでなんかやってみてね、みんなこけると思いますよ。難しい、いや難しいと思いますよ。だからあんなほんで既製品をまあなんか自分なりにペイントしたりして作ってるわけじゃないですか、はい、あのマットもあの段ボールやったりするわけ、はいはい、でそれが面白い言うて誰かが真似したらね、ほんまチンプなものに僕らなると思う。だからそこまで計算できてないから、でもね赤外線もある部分そうなんですよ。使い方間違ったら全然あの形にならない、まあ、例えば赤外線で猫撮ってもね、はい、ダメでしょ、まあ、あんまり変化はね緑がないと、はい、だそういう意味ではその目的と方法が一致しないと、はい、やっぱり写真ってこうなかなかうまくいけへんなと思うんで、しのすけさんは今の中で一番バランスが良かったというか、それは池谷さんの見終わった後なんかどうかわからないですけどね、あのすごいあのホッとするっていう、まあ、あの変な言い方したらすごいデザートみたいな感覚なんですよ。なんかこうね、なんか主食があってでこっち来たら、あ、コーヒーとケーキどうですかみたいな、いい意味で、だからあれでみんなねホッとして帰っていってる。池谷さんのだけやったらね、もうなんかね多分帰り交通事故でよかったボーッとしてて、でそう思ったらこの2人の組み合わせはこれ池谷さん以外にね、うちで言うと新之助さんしかねここでやれる人いない。あとは塚田君です。うん、これ他の人で持ってきたら、例えば、まあ、あの吉田の写真貼ったとしたら、はい、全然合わないです全く合わないです。そう思ったらあの池谷さんがメインでやるときに新之助さんか塚田君しか僕はもう無理やろ。そうです、ね、うん、だからある種いいハーモニー、うん、反対に池谷さんも新之助さんの写真があってこっち行ったりあっち行ったりがいい意味で切り替えできるって言って、僕はすごい結果的には成功したんですよ。はい、いやほんまに、ね、見た人はどっちも楽しめたと思いますよ。打ち合わせとかな、そうなんですよ、ね、だから結局いつも言うてる写真の神様がちょっと方便に見えるんです、うんうん、新之助さんすごい正統派なんですねって誰か言ってましたいつも獣道行ってんだけど、はい、もっとね獣行ってました。そうですね、うん、そうともっと嫌なんだでしょ、まあもっとね、うん、やっぱりあの池谷さんのことを思うともっと自由に、あのこう決まりをね、だからってその決まりを破るということは結構難しいんですけど、でも、うん、決まりを守ってるっていう意識があって守ってるんだったら、ね、うん、結構破る、はいはいはい、無意識にやってる部分がある、はいはいはい、この写真、うん、例えば額をアプローチして、うん、見る人に、うん、混乱を与えない、まあそうですよね、なんかそういうのが、いやだからね混乱を与えないようにしてるんですよ、うん、最終的には、うん、あの新之助さんの場合は、はい、池谷さんのは始めから終わりまで混乱を目的としてるんですよ、うん、だから政府をね転覆させようとしてるわけですよね、うん、ギャラリーを転覆させようっていう写真を展示する場所を転覆させようっていうことです。これ僕が言わせようと、それがね面白いから、うん、なんかこうね、いろんなギャラリーでいろんな写真ありますけど、ああこういうもんかって見るんやけど、やっぱり思いもかけない出会いが今回はあったから、うん、ある種それもねプラスで転覆してるっていうか、あ写真って自由なんやっていうことは今回ほんまに教えてもらうから、それももう大ベテランですよ人生。そうだね、
これがね、若い若造になんかこうアバンギャルドに来られたら、あっって何度か分かるんですけど、もう池谷さんぐらいのベテランに、まだまだ君ら自由って分かってないよねっていうことを教えられてるから、僕が池谷さんの写真見てからね、だんだん自分の写真壊れてきましたそうだんだんなんかね、何やってもええっていうか、別に80点のもんじゃなくて、別に0点でもいいです。なんか気になる面白いものがあったらそのままやればいけると思うんで、最後に池田さん、なんか言い残すこと、言い残す、はい、もう常に言い残すことかもわからないですけど、なんかいやなんかこう最後これだけはなんか言うときたいことがないですか。まあ、一応これは池田さんね、うん、知らない人もなんかこう人とかなりを伝わったらいいなと僕は思ってるんで、どうなんですかね、はい、何をならこれからなんかやっていこうと、何をやろうという意識なしにやろうと思うんです、はい、はいはいはい、うん、もう成り行きに任せて、いやもう成り行きの時は言うからね、ぶっちゃけてちょっともうゴール見えてきてますよ、ゴールは、まあ、ああもうそない、ああちょっと今のは僕の間違ってましたから、そういうことなく前進していくってことですね、うん、まあまあそういうことです、うん、なんかこう要はあるじゃないですか、なんかこうこういうことやろうとかね、普通人間思うじゃないですか、決めたりとか目標とか、うん、その目標をなんか成立してそれがクリアしたら、達成したっていうふうに考える人もいるわけで、何歩たってもね、やっぱゴールっていうのは見えへんなんですよ、えこの年になる、はい、その実感として全くない、はいはいはい、でもあれですか、僕ちょっと聞きたかったのは、池谷さんもね、はい、30代もあったし40代の頃もあったわけでしょ、50歳の時は何しようとしたの、55ぐらい、僕今55なんですから、55歳の時って池谷さんどういう状態だったんですか、何をしてた、はい、じゃあその作品であったり、うん、まあ、いろいろ考えることっていうか、あれからもうね20年ぐらい経ってるんですよ、20年前の池谷さんはどういうことを考えてるんですか、いやそれは記憶があれやけど、いやほんでも自分の子供娘さんとかの年齢20年前って大体分かるでしょ、いくつぐらい、30の時ですよね、うん、いやもうその前に娘さん50で30の時に池谷さん何やってたんですか、もうそのね55歳、ね、作品作ってました、うん、作ってました、その時は満足して作ってたんですか、それともこんなんちゃう、いや、あ、全然満足はできてない、あ、でも今の方が満足してるでしょ、その時に比べたら、そうですね、そうですね、あ、よかったわそれは、いや、岡島君昔の方がよかったよ言われたこれから先生きていく意味がないじゃないですか、いや、今は満足してるってことは、あれ時よりもまだ満足できるものがちょっと作れてるってことは、僕らにとったら、あ、やっていけるってことですからね、もうそれだけ聞こうと思って、うん、うん、なんか自分よりほとんど作品作ってる人って大半が若い人って言うんですけど、なんか言いたいこと別にないかもわからないですけど、なんか言いたいこととあるとすれば何を言いたいですか、なんか若い人ですか、はい、若い人、まあ自分よりもほとんど若いわけですから、うん、一等者の杉本さんの方がまだ小僧ですからね。この間来てましたけど、ね、あれも小僧ですよ。でも自分より若い人に何かこう、こういうことだけは言う、まあ、なんとかなるでしょう。いやいや、なんとかなるよ。なんとかなるでしょう。ああ、だから別に思い、そんな深くないことはないってことですよね。もう、いけるに任せたらいい。ああ、はいはいはい。まあまあ、なんとなく分かりますけど、うん、いや、ほんでもね、このね、軽さがすごいんですよ、なんかね、全部こう、説教じゃないでしょ、僕多分ね、この年だったらめっちゃ説教になってたのが強いなってでも池谷さんはどうとでも受け取っていいんだよっていう、もうそれは君が考えることであって僕が言うことじゃないっていうのはいつもそういう姿勢ですよね、まあ
まあ、したら45時の時の70いくつの人なんてもうほんまじいさん半分死んではると思ったもんね。いや僕もそうやったんですよ。そうじゃないんですよね、うん、ところがね、自分がそのあれになってる、はい、だからまだ自分の中のマグマが残ってるって、まあ、変わらないというか、はいね、ほとんど変わってない、ね、あ、昔からこんな感じの人だったんですよ、うん、マグマがね、好きなんです活火山です。若い人も死火山みたいなのいっぱいいますよ、うん、マグマ全然出ないし、でもマグマ常に出てるからね、すごいです。まあなんかほんまに、またこの人だけでなんか見てみたいな。まあそれがもう何回も出ますけど、1年後か1ヶ月後か、それはもうシークレットです。はい。新選手の最後なんかいるの。今度またいつかね、そうですね、いつかまた一緒にこう、まあある種部屋はちゃいますけど、一応同じテナントでやってるようなもんですから、まあまたコラボ店みたいなもんです。はい、交わることが、まあ、1年先か1ヶ月先かもわからないというこの中で、うん、まあいろいろあって、どうもありがとうございました。はい、これで終わります今日は。